政府は新型コロナウイルス感染症の専門家による分科会を開いて、今月12日に期限を迎える緊急事態宣言を宮城と岡山を除き、今月30日まで延長する案を図りました。陽性者数、感染者の減少が続けば、今月末には医療の逼迫状況が相当程度改善することが予想されること。 政府の案では、緊急事態宣言の措置が行われている21の都道府県のうち、東京や大阪など19の都道府県では、まだ医療が逼迫しているとして、今月30日まで延長することにしています。一方で、宮城と岡山は対象から外して、まん延防止等重点措置に移行します。また、まん延防止等重点措置の地域では、飲食店の規制を緩和し、 店が感染対策についての認証を受けていることなどを条件に酒の提供を認める方針です。